この時おでの刀の持ち主はかの源の雷光であったか。しかしいきなり切りかかられるとは。角は綾香氏も証し、雷光も早合点したのじゃろう。出会えたのは良いが話す暇さえなかったの。
なんと美しき一面の炎よ。今なら地獄でも何でも勝てるわ。 あそこは火の手が上がっていない。あの寺なら田村の軍神のご加護があるらしいからな。